グレツリのメインターゲットはオナガグレとクチブトグレ。離島では強烈なパワーで釣り人を楽しませてくれるオナガグレが主体となり、近場の好敵手は何といってもクチブトグレ。しかし近場の現状は年々厳しく、グレも小型化し釣りづらくなっています。釣り方に一工夫凝らさないと型のいいグレを手にすることはできません。最近グレは釣れないとよく耳にしますが、この近場のグレを確実に攻略している釣り人がいます。阿波町方の名手小里哲也。その完成されたテクニックは定評があり、独自の経験と動物的直感で素晴らしい釣果を上げています。状況を見極めた的確な読みや攻め、その繊細な技は数々のビッグゲームでも実証されています。典型的なサンデーアングラーである彼は、休日混み合った釣り場で竿を出すことが多い。釣りづらくなった近場の休日、このグレ攻略のポイントを、さらし場、緩やかな潮、流れのある本流にステージを分け、どのように釣るのか。人よりも多く釣りたい、小里哲也の近場グレ攻略の基本を紹介しましょう。出船を待つ楽しいひととき、気持ちは早い磯の上ですが、出発前の準備は大切です。どこで釣れているのか、またポイントは、情報集めから始まり、当日の天気予報を確認した上で釣り場を選びます。一つの釣り場に通うのも上達への近道です。無理をせず余裕を持って釣り場に臨んでください。竿はその釣り場の条件に合わせて磯竿の1号から2号、そして何本かの予備も必要です。巻き尺はね、なんか大と小と持っとったらどないでも使い分けできると思います。ほんでまあ1本落とすこともあるんで、予備は必ず持っといてもらわんとね。リールは壊れてもスプールや部品が使えるように同じ型のものを2個用意し、道糸は2号と3号、そして替えスプールに4号と2号の予備を巻いておきます。玉もできることならね、磯釣り長い持ってほしいんですが、5メーターあるやつを。なんでかっていうと、あれとおとき下へ降りていかんねえでしょ。ほんでこの長いが重たかったら、いつでも長寝せんと思う。後ろ余して持っても構いませんけどね。ほんでもうみんな出とらんでも滑るでしょ。朝一番に使うのがこのぐらいの浮き、2番目の浮きね。ほんで3番目の浮き、ほんでもうちょっと名前を欲しいときはこれ。ほんでこれ 5B っていうの飛んだらもう1号になるわね。ハリスは 1.5 号を基準に何種類か用意しておきます。1号にはチヌの1号、 1.5 号にはチヌの 1.5 号ぐらい、まあほんで2号には2号ぐらいの標準で決めてます。テグスに合わせてね、決めとんですわ。これ2つポケット入れてます。これとこれが予備です。鉛の鉛、下り玉、サルカン、そういうものの予備です。まあ、必ず2つに持っとかんとね、ポケット入れて落とし込んだ場合があるけん、まあ予備っていうのは手ぐすも磯釣りの場合落とし込んだ買いに行くことできるのでね、両方とも予備を持ってます。そしたら上から雨具と偏光グラスは必需品です。忘れないように常に磯バッグに入れておきましょう。余裕を持って楽しく釣りをするためにも予備の道具を持つようにしましょう。地合いを効率よく釣るためにもハリス、小物類、針は常に身につけておきます。竿と餌バケツだけで移動できるようにしておけば、
めったに上がれない一級磯にも上がれるチャンスはあります。磯上がりは常に危険を伴います。慣れないうちは体一つで渡るようにし、荷物は後で受け取るようにします。そして道具類は釣り座より一段高いところに置き、波が来ても流されないように固めておきます。早く釣りたい気持ちは分かりますが、まず巻き餌です。餌取りの動きや潮の流れを見た上で、どういう仕掛けで攻めるかを決めるようにしましょう。やっぱり荷物安全なところ一番に置いて、これからまあ巻き餌をして、それから仕掛け作りに取り掛かります。放線とどういう仕掛けで釣ってええや分からんでしょう、初めての場所は。ほんで潤化剤もいるとこといらんとことあるので、後で混ぜることにします。餌取りが多いときは潰す。何やおらなんなら無理に潰すこと。そのままよく食うやな。ほんで、この潰した方が粘りが出るけん、よう飛ぶしな。潰した方がよう沈むわ。そうなってな、餌取り少ないときは無理に細い餌にせんでも別に取られへんしな。これもおなげんの、この時の場になってみんなわからんな。最初にオキアミをそのまま撒いて、餌取りの数や種類などで潰すか潰さないかを決めます。そして潮の動きや餌取りの動きによって、その日の状況に合った巻き餌を作るようにしましょう。最近のグレ釣りで最も大切なことが針です。潮流や風、竿の角度などあらゆるものを利用して、絶えず道糸を張り、流れる浮きにブレーキをかけ、仕掛けを送り出します。これは斜めに餌を先行させて、浮きから針までのたるみをなくすようにすることです。こうすると浮きに明確な当たりが出ます。磯では表面の流れを10とすれば、その下が8、その下が6と深くなるほど遅いのが普通です。そうすると絵のように巻き餌は流れていくはずです。巻き餌に挿し餌を合わそうとすれば、浮きにかなりブレーキをかけながら流さなければいけません。これが釣果を上げるキーポイント、針です。このことを頭に入れておけば、彼の釣りがより一層理解できると思います。払い出しでね、潮が前へ飛んでるんですわ。払い出しだけで流れはほとんどないんです。だからなるべく細い浮き使おうと思ってるんやけどね、横風やけん、やっぱり鉛負担 B ぐらいのね、ちょっと軽いめの浮きで、魚もあんまり大きいなさそうやけん、軽い浮きで鉛なしで攻めてみようかいなと思ってます。巻き餌と同じように餌を自然に流すのが深瀬釣りの理想です。できるだけ抵抗を少なくした仕掛け、これを基本にして状況によって変えていきます。これが餌取り用のステーです。これは何倍やっても構いません。グレにはね、心持ちにこう入れるのを少なにして、ほんでこの間を開けて大手やってください。ほんで今あのグレ用の巻き餌が落ちたとこを釣ります。ここはもう今のとこは足元はステーばっかりです。
その大手の餌に浮きを合わします。ほで引き付け気味にこう糸をなるべく張り気味にしとる方がいいんです。静かに上げてください。餌がついとうかついとらんか分かります。これ餌が残ってきました。餌取りがおらん証拠ですね。こんな時はあんまり餌容器入れん方がいいんですけどね。巻き餌には餌取りを刺し餌から離したり、グレの杭を活発にしたり、刺し餌をカムフラージュしたり、いろいろな目的があります。その役目を十分果たすように巻き方や量にも工夫が必要です。餌取りがいないときはグレに巻く餌だけを少しずつ巻きます。あのまっすぐ浮きに竿先を向けとったらね、よそ見とって引かれたときに直線になってプツンと切れるんですわ。どっちどい曲がっとらん場合はこの上向けとってもよろしいけどね、横風があったりどっちどい曲がるときはこの反対側で竿を倒したるんですわ。今やったら左カーブしようけん、左倒さんと反対に右側で竿を倒したらね、ほとんど針ができてね、内回りせんのです。外回りするけんね、このほんで魚に急に引かれても竿が直接浮き向いてませんけん、ハリスだけやいうことない、竿の弾力が生かされますけんね、この切れる率が少なくなるんですわ。細い糸を使ってグレを釣るときは竿の弾力を生かせる角度をつけるのもテクニックの一つです。そのとき道糸を張って浮きにブレーキをかけ、仕掛けを自然に演出することが大切です。今ね、この払い出しの8分ぐらいのところで来たんですわ。ほんでね、払い出しっていうのはね、この沖の潮がどっち動くかによってまっすぐ出る潮もあるけど、右か左カーブするわけですね、沖の潮に釣られて。ほなけん、この周りかど、ここで言うたら泡が溜まっとうでしょ、ずっと。あの泡の周りにね、入って一挙潮があるんですよ。この泡にこの払い出しが当たって、本流に当たって中へ入っていく潮があるんです。そこに魚一番よくおるんですわ。ほんで餌取りも案外少ないんです。ほなげもう打つ手がない時はね、もうあの泡の間ばっかり釣ったらいいんですわ。海は刻々と変化し、ポイントも変わっていきます。その状況を見極めなければグレを引き出す確率は低くなります。時には竿を置き、巻き餌の流れ方、餌取りの動きを観察する余裕が欲しいものです。晒しの中、その脇、先端、潮目といったポイントを状況に応じていろいろと探っていくのも一つの手です。糸張っとうけんね、今浮きが引きました。カロにこんだけもうちょっと触ったら合いますけん、この無茶な合わせはせんように。グレ驚かすばっかりでね、あんまりええことないけん、糸張っとう場合はあんまりごつい合わせはいりません。
ええぐらいだ。今日一番だな。ここへ来たらよう引くんよ。下にな、なんやないけん。よし。ちょっとさっきより30センチちょっと超えてます。はい。まだノット来た。グレ。あのね、ほんでこれあんまり早いの降らんでもゆっくり魚の今浮きが左が一挙でしょ。そっち倒したったらいいんですわ。ほんでね、こっちも磯に使えるようになったら反対倒して、この頭の向いとう方に抜き上げたらね、案外簡単に上がってくるんですわ。あの早を振るんは役に立ちません。ゆっくり振ってください。ほんでね、この細い糸で大きいに取ろうと思ったらね、ちょっと魚手こずるようだったらね、泡の中へ入れてください。目見えんもんやけんね。30センチヨーヨーやね。さっきのんよりちょっと細いかっていうやつ。だからこう波があるでしょ。音が変わったら必ずこっち見るか逃げないからね。大事なもんだけ持って。音が変わったらね、今までの音より大きい音がしゃ。ええ。こんなとこね、大きみとっても案外わからないですわ。必ず音が変わるけんね。